こんにちは、赤石です。今回は開幕戦でいきなりつまずき、参戦勝ちなしなど苦しいスタートとなったものの、現在3連勝と波に乗り5位浮上と調子を上げているセレッソ大阪についてやっていきたいと思います。本期のセレッソ大阪はジョルディ・クルークス選手、レオ・セアラ選手、香川真司選手など大型補強に成功していました。そのため何としても優勝、 J1 リーグ制覇を目標に掲げ、期待のかかるシーズンだっただけに、開幕参戦勝ちなしは予想外のスタートとなりました。しかし4節のサガン鳥栖戦に勝利し、今季初勝利を挙げると、6節には昨シーズン王者である横浜 F マリノスに、昨シーズンまでマリノスに所属していたレオ・セアラ選手の加入後初ゴール恩返し団となる2発の活躍により2対1の勝利、チームとしてはややスロースタートとなったものの、現在3連勝、3試合連続クリーンシートなど確実に調子を上げていますし、開幕時に苦しんでいた失点数も現在ではかなり減り、守備も安定し、チームとしていい方向に向かっていると感じます。そんなセレッソ大阪の中でも特に活躍しているチームを支えていると思う選手は2人いると思います。1人目、奥野弘明選手、シャドウトップ下の位置で主にプレーする選手です。攻撃面では味方との連携、パスのつなぎ役、自らシュートを決めきるシュート力など、攻撃の際は必ずプレーに絡むほど攻撃の中心選手となっています。守備時にはポジションがトップ下と攻撃的なポジションではありますが、しっかりと自陣まで戻りディフェンスをする、攻守でチームに貢献してくれる、運動量が非常にある素晴らしい選手です。今季は全試合スタメン出場し、3ゴール2アシストしています。他にもゴールの起点となる動きも多数あり、セレッソ大阪の不動のレギュラーだと感じます。2人目、中山亮介選手、左サイドバックと守備的な位置の選手ですが、攻撃力が非常に高い選手です。特に左足から繰り出されるクロスは素晴らしいものがありますし、最高のクロスだと感じます。それを可能にするオーバーラップ、何度もアップダウンできるスタミナも非常に素晴らしい選手です。ただ一つ怖い部分、不安な部分があるとしたら、好不調の波があり、守備では少し軽いと感じる場面も見られるため、そこは今後も課題の一つではないかと感じます。しかし今季はすでに4アシストしていますし、攻撃面での活躍、セットプレーのキッカーを務めるなど、チームへの貢献は非常に大きいため、2桁アシストなどさらなる活躍に期待したいです。今季のセレッソ大阪は最初こそはうまくいきませんでしたが、新加入選手と既存選手の連携不足、細かなミスがあり、まだまだチームとして適応段階であったと感じます。試合を重ねるごとに味方同士の連携も深まり、現在ではしっかりと結果にもつながっているように感じるため、混戦となっている優勝争いにも今後関わってくると思います。中盤の香川選手、奥野選手を中心に、守備ではハイプレスでプレッシャーをかけ、攻撃ではショートカウンターからの得点や、左右にボールを散らしクロスからの得点、セットプレーでの得点と、セレッソ大阪がやりたいサッカーで試合に勝利できていると思います。いい選手が揃っているだけに、セレッソ大阪を今後どのように導いていくのか、小菊明夫監督の手腕には注目したいです。今後も J リーグの動画を配信していきますので、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。そしてコメントをしていただけると非常に嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。